はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校受験対策の関数シリーズ第58弾やっていきましょう。で、問題3問ありますので、まず1回動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり、不安な問題があれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。それじゃあ、画面下げますので、お待ちください。いや、映ってて分かると思うんですが、本当に問題文長くて、今回。もう、辛いと思いながら書きましたけど、まあこういったね、問題文長いのはやっぱりよく出てきますし、で、これは問題文の長さだけで心折られるんですよね。だってごめん、簡単に説明しますね。やってること。やってることは直角二等辺三角形があるんですよ。これ15センチです。15です、ここが。で、一辺5センチの正方形があります。この子が、こっからスタートして、毎秒1センチ。つまり1センチずつ右に動いていきます。重なりますよね。その重なった場所の面積 y にします。だから x 秒ごと y の関係ですよね。それだけだから。そう。だけなんですけど、まあ、ちゃんとルールを説明しなきゃいけないので、こうやって長くなるっていう。やってることはすごいシンプルなので、こういったね、まあ、もしみんなが受験本番出てきた時に、あと長いかもしれんけど、ちゃんと理解すればこれが言いたかっただけなんでしょっていう心を折られずにちゃんと挑んでほしい。だって今回2番まではそんなに難しくないですもん。そう。だからそれで心折られても無理って1番取らなかったらもったいないですからね。で、まあそういったルールがあって、まず1番なんですが、1番 X が3の時です。つまり3秒後の重なってる面積を考えたいと。ちょっとこう書くと後で使えなくなるので、こっちに書きますが、ちょっとこの部分だと思ってください。3秒動いてるので、まあ大体、ちょっともうフリーハンドですけどね。まあ、こんな感じで動いてきましたと。右に。で、ここ。の面積を考えたいんですけど、これ1秒で1センチ動いてるので、じゃあここ3秒経ったら当然3センチ動きますよね。1センチ、2センチ、3センチなので。で、ここが3ってことは、ここも3です。まあ、これちゃんと言うと、この三角形と大きな三角形は、条件全部言わなくていいか。相似になってます。だからこの子も直角二等辺なんですよね。ってなってるから当然ここも直角だし。だから、底辺かける高さ使えるんですよ。このまんま。三角形だし。底辺かける高さかける2分の1ってやると、2分の9。まあ、面積なので平方センチって。1番これだけですから。そう、これだけ。いいかな。で、じゃあ2番なんですけど、2番はですね、y の値が最大になる。つまり、一番大きく重なってんのどんな時なん考えてごらんって言うとります。出題者がね。で、まず、一番大きい時ってどんな時かなっていうところのイメージをついてほしいんですけど、これ、ずっと動いてくるんですよ。で、ゴールは B が G です。つまり、この子がここに出るまでです。これ気をつけてください。ルールちゃんと読み取ってね。ここまで。出るまでがルール。で、中を通っていくから、全部重なってる時、つまり全部入ってる時ね、が一番大きいじゃないですか。だってこの子これ以上大きくなれないんだから。ただ全部入ってる時考えればいいよねってなるし、これ、2番って、不等号を使って解けって言われてるから、これです。書き方としては。変域と同じね。X。つまり、時間がいくつからいくつまで、マックスで全部入ってますかって聞かれてるわけ。で、こっちは簡単です。なぜかっていうと、一番この子が入っててギリギリなのって、ここですよね。書けないんだけど、ここ。この右端がちょうどここで止まってる時。だってあと1秒出ちゃったら右出ちゃうんだから。減っちゃうから、そうすると。で、この時って、この子が一番ここにたどり着いてるから、当然15秒後ですよね。15なんだもん。1234って15秒の時にここにたどり着くから。だから、一番後ろは15ってわかるんです。じゃあ、全部入ってる時、最初に入る時ね。この子がずれてて、最初に入る時どこかって考えると、一回ね、ちょっとここをワンクッション入れたくて、この時。これは三角形、ちょうどこのね、正方形が半分入った時です。で、これは、ちょうど半分入って、5秒後に半分入ります。なぜなら、ここ0秒だったから。5センチ移動してるから。これが5センチ移動した時に、ここに正方形が来ます。で、ここちょっと見ててほしいんですけど、これがもう一個、こっちに来たら、ここのね、ここの辺が、ここに来てくれればぴったり全部入るじゃん。これ。それっていくつって言った時に、これ5個進んでいくから、もう1回5個進めばいいから、10秒後ですよね。このぴったり入る瞬間って。だから、最初に全部入るのは10秒後なんで、で、その後はずっと入ってるから。入ってる、ギリギリまで入ってる、出ちゃうってなるから。だから10秒後から15秒後まで。これで終了となります。2番はね。で、はい、でです。で、3番なんです、ここから。まあ、これが今回のボスとなります。で、これはですね、まあ、y が8、つまり面積が8となる x の値を全て求めよう。全てっていうか2つ以上あるわけです、答えはね。で、どうやるかっていうと、これ形が変わっていきます。で、まずここまで、ちょうど、これになる瞬間まで、多分0から5までですね、時間が。0から5の間っていうのは重なってるところが三角形なんですよ。ずっと。ここもそうだったよね。三角形がだんだん大きくなっていく。じゃあちょっとこれ使います。ごめんなさい。これ使わせてもらいますね。で、今、時間、まあ、x を求めたいんだけど、ちょっと時間なので t を使っていきますね。ここ、t と置くことができます。なぜかっていうと、これ今、ここにあった点が、ここまで移動してきました。これは他の動点、動く点の問題の時もそうなんですけど、毎秒1センチです。これ、ここまで移動してきましたよね。移動したところが文字を使って置けます。ですから移動したところを文字を使って置けるんです。なので、まあこれも X でいっか、今回は。いけるな。ごめんなさい、X でいきます。X で置ける。ちなみに、毎秒2センチ。つまり2センチずつ進むときは、動いた場所が 2X って置きます。これ覚えてください。今回毎秒1センチなんで 1X。まあ、つまり X ね。って置くことができる。だから、三角形増えていくゾーン、つまり0から5のときは、y は、これね、y は、底辺かける高さかける2分の1なので、面積2分の 1x2 乗ってなるんです。これは0から5のとき。x、時間が5までね。なんで5で止めたかの後で言います。で、今これが8になるって言ってます。下はあと2行、1行かな。で、y が8ね。ここに8を入れちゃうか。8を入れちゃいます。そうすると、これ x2 乗、2をかけると16になる。で、両辺、2乗を取る代わりに、プラスマイナスルートがつきます。だから、プラスマイナスルートがつくので、プラスマイナス4。ルート 16.4 だからね。でも今、x は当然マイナスなんてないじゃん。マイナス4秒後ってありえないから。で、0から5に4は入ってるので、まず1個の答えとして4は OK なんです、ここは。4秒後。これが4秒後は面積が8になります。これはチェックしたらわかる、絶対に。だって 4×4×2 分の1だからね。で、次です。次は、ここ。これよりもちょっと右に入った時です。右に入った時。その時何が起こるかっていうと、これどうしようかな。青でいっか。ちょっとごめんなさいね。こうなって、これより右に行きたいので、ちょっと半分行きますか。こうなってると、重なってる図形って、こうなるんですよね。もう何とも言えない。分解しなきゃいけない。台形と長方形とかに分解しなきゃいけないんですよ。で、この時も考えたいんですけど、考えなくていいんですよ、これ。実は。考えなくていい。で、なんでかっていうと、これ、絶対に8より超えてるんです。面積が。超えてる。だから、考えなくていい、この場合は。じゃあ、あと8、どこだって。どこか考えると、もう最後しかない。で、今回、この問題見たときに、ちょっと疑問に思ったんですよ。何を疑問に思ったかっていうと、大体、こういう問題って、こいつが、ここでゴールなんですよ。だって、こいつが主役なんだもん。こいつが移動していくって話をしてて、だってここで終わるはず。なのに、わざわざ出してんですよね。こっちまで。こうやって。この B がここに来た瞬間がゴールになります。だから、その、はみ出していくときの面積も考えられる。つまり、こういう感じですね。ちょっと今、意図的に半分しますけど。その時重なってるのはこっちだけだから。じゃあ、この時も考えたらいいんだってやるんです。で、今、面積8になってほしいんですよ。ここが。8になってほしい。で、ここの長さっていうのは分かってるんです。5って。高さだから。5変わんないから。じゃあ、これって、ここがいくつになればいいのって考えます。ここ。じゃあ、これどうしようか。y とかって置きましょうか。y って置きますね。長方形の面積は縦かける横です。つまり、5×y、5y が8なんです。すごいシンプル。縦かける横が8だから。ってことは y は、5分の8なんですよ。5分の8。ってことはですよ。ってことは、ここが5分の8ってことは、ここはこっちです。今全部で横の長さも5ですよね。ここ5。5から5分の8を引けばいいので、5-5 分の8です。で、これ通分すると5分の25なので、ここは5分の17ってことがわかります。はい、なんでこんなことをしてるかっていうと、つまり、今、こいつ、右のこいつが主役です。こいつが、ここにあるとき、つまり、ここまで移動したときを考えたいんです。考えたい。で、最初にやったように、この子は、ここまで行くのは15秒って分かってるんですよ。15秒。で、あと右側に5分の17出ればいい。5分の17出るって何秒って5分の17秒ですよね。5分の17秒縦は右に出るから。だから結局15秒。15秒に5分の17秒も足しちゃえばいいんです。そうすればこっからここまで来ますから C が。じゃあこれも通分すると5分の75なんで、通分すると5分の92となって、さっきの答え、この子とこの子が両方答えだから、X。痛いぶつけた !x は4と、入ってっかな ?5 分の92。これで終了となります。下げます。ごめんなさい。ちょっと下げるね。よいしょ。これで終了となります。いいかな?ちょっとね、この3番に関してちょっとややこしくなりますが、今回伝えたかったのはもちろんこの3番までちゃんと解けるようになってほしいっていう願いはあるんですけど、最初にも話したように、問題文が長いっていうのは基本的に難しい問題に見せたいことが多いです。もちろんあれ本当に難しいのもありますけど、心を折らせようっていうパターンは非常に多い。高校入試、特に公立入試では。なので、確かに長かったけども、ちゃんとルールを理解すれば解けますから、1番、2番は。そのためには、こういう問題、例えばこれがね、動いていて重なっているところを聞いてるんだって。その問題今回経験しておけば、他で出会った時も、そういえばあの時もなんか正方形動いてきて、重なったとこやっとったな、みたいな。できるので、その経験値として、ぜひ今回やってほしかったので、この問題使わせていただきました。ということで、今回はね、高校受験対策の関数シリーズ第58弾やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。